はい、こんにちは。今日はジーンズの履き込み報告動画になります。今日はリーの101です。リーの101、1952年モデルです。アメリカや限定モデルを約140日、約5ヶ月です。28日4周期に動画を配信しているので5ヶ月分になります。履き方としては、自転車以外、自転車の時も最近ちょくちょく乗るようにはなってきたんですけど、長時間は乗ってないなみたいな感じですね。歩いたり電車に乗ったり車に乗ったりする時はほぼ確実にこれを履いてるような感じで、ほぼ28日ほぼ毎日履いてましたね。洗濯頻度なんですけど、洗濯しなかったんですよね。7回でした今回。7回だから4日に1回、4日に1回ぐらい。そうです。7だからちょうど1週間になるのか。4週っていうことになれん。なんかそんなに洗わなかったんですよね。ちょっとそんな感じの履き込み頻度ですね。感想としては、やっぱり色落ち早いなというのが感想ですね。5ヶ月ぐらいでだいぶ色落ちは進んできたなという印象で、7月ぐらい、あと3ヶ月ぐらいで綺麗な水色になってくれればなと思ってるんですけど、ちょっとでもそしたらやっぱ色が濃いかなとは。もうちょっと洗濯頻度を上げた方がいいのかな。前回も言ってましたけど、綺麗な水色に夏にしたいなとは思ってるんで、そんな感じで履いていきたいと思います。細かい詳細を見ていきたいと思います。パッチですね。革パッチ、もう変化ないのかな変化ないのかあるのか分かんないんですけど、毎日見てるから分かんない部分あると思うんですけど、多少は洗ってはいるんで色が濃くなってるとは思います。ここの部分です。全体的に洗うと色が濃くなるんで、濃くはなってるんだと思います。こんな感じですね。で、バックポケットです。色が落ちてきたなっていうのが個人的な感想ではあります。全体的にです。お尻の部分がこの、やっぱ自転車乗ってそんなに乗ってない分、鬼デニムと決定的に違うのがここに、なんか当たりができてないような部分ですかね。で、色もやっぱり水色になってきてて、でこの辺りのポケットのこの辺りが色が落ちてきてて、全体的にもそうです。色が落ちてて、でやっぱりベルトループのところがここですね。ここは一番白くなってるような感じですかね。このリーのブランドネームがあるタグもよれてきてるような感じですね。全体的にやっぱ左足だからなのか分かんないんですけどね、色落ちは早くなってるなと思います。ただこのステッチは切れてないですね。まだブランドのステッチはまだ切れてないです。そろそろ切れんのかな。鬼デニムのバックポケットのステッチとどっちが切れるのが早いのかなと思います。多分こっちの方が早いと思います。で、前の方ですね。前の方はこんな感じになってます。結構いい感じかなって思いますね。ヒゲも出てきてるし、水色っぽくなってきてるしという、かなり理想的というですか、綺麗な感じの色になってきてると思います。アップにするとこうですね。綺麗ですよ。やっぱり綺麗な水色になってきました。こんな感じですね。ジッパーもまだ壊れてないっす。綺麗に動きます。壊れたら困るんですけど、こんな感じになってます。で、ボタンもこんな感じですね。特に錆びる気配もないような感じのボタンになってます。で、ハチノスとか自分の履き方だとあんま出ないんですけどね。裏をもハチノスは、でもちょっと出てきたか、わずかに出てるような感じですね。膝の裏こんな感じになってます。で、表側も結構水色ですね。膝のところが結構色が落ちてるかなという印象を受けます、このジーンズに関しては。で、セルビッチですね。セルビッチじゃないか、片耳なんですけど、少しずつ出てきてるような、当たりが出てきてる。そのリーバイス系のジーンズレプリカ系とはまた違った耳の出方になってますね。こんな感じになってます。で、ステッチがチェーンステッチなんで、裾直ししてもらってるやつなんで、こんな感じですね。で、裏側もこんな感じになってます。で、耳が
こんな感じですかね。こんな感じになってます。まあ実際に履く前に今回からベルトの報告もいきたいと思います。ベルトがこんな感じですね。そんなには変わってないかな。でもやっぱり一番使うところはよれ始めてますね。色はちょっと縦に入っ当たりみたいなのが縦に入ったりしててこんな感じになってますね。でもちょっと色変わったかな、濃くなったような気がしますね。ベルトが合わないですね、このカメラだと。あ、あった。こんな感じの色合いになってます今で。なんかタグみたいなのがあるんでこうなってます、ね、裏側はこんな感じになってますね。今はこんな感じですかね。もうちょっと色が濃くなるのかなって思いますね。あのカーパッチより全然こっちの経年変化の方が面白いと思います。両方とも実際に履いてみます。実際に履いたらこんな感じですね。私が身長172センチの体重約65キロでこんな感じになります。まあ、ちょっとベルトも見えないんで上着脱ぎます。はい、ベルトをつけたらこんな感じです。まあでも結構やっぱかっこいいですね、ベルトをつけると。このジーンズいいですね。ちょっと実際にちょっと折って履いてるんで折ってみます。こんな感じで軽く折って履いてますね。まあでもやっぱいいジーンズだし、いいベルトだし、いいですね、これ。こんな感じですね。だいたい5ヶ月、140日履いて、こんな感じになってます。じゃあちょっと一周してみます。こんな感じです。じゃあちょっと最後お話しします。はい、リーの101を実際に5ヶ月履いてみた経過報告でしたが、どうでしたでしょうか。まあ5ヶ月履いて、色落ちはやっぱ最初にも言ったんですけど、早いなっていうのは個人的な感想ですね。まあその前に履いてた鬼デニムは多分あれは過去1レベルで遅かったんで、その反動とかもあるのかもしんないですけど、かなり色落ちは早く感じますね。耳のあたりなんか結構白くなってきてるんで、そういうのも含めてやっぱ早いなって思います。で、そうですね、もうちょっと色落ちの進行も早くしたいと思うんで、洗濯頻度はやっぱり上げていこうと思います。まあ、夏になるとやっぱ履いたら洗うレベルで履かないとちょっと臭くなっちゃうんで、いろいろと試していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。このチャンネルでは毎週金曜日にアメカジ古着ジーンズ系の動画を配信してますので、気に入っていただけたらチャンネル登録お願いいたします。今日の動画は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございます。